皆さんこんにちは、くりだいのタッカーと申します。この動画は夏休み特別企画でやっておりましたライブ配信のまとめ動画となっております。どうぞ。信長の野望新生、難易度上級ですね。早期でプレイしてます。1553年の尾張統一のシナリオから始めて今ここまで来ることができました。九州と四国の半分、そしてね、昨日の夜、夜中までかけてね、この毛利家を滅ぼして、中国地方の半分以上ね、取ることができました。ここにね、毛利家は早期になって滅亡という、まあ見慣れないログがありますが、三好家の半分ぐらいまでいけたらいいなーなんてことを思っております。残念な お知らせがありましてね、そう、義重さん、寿命になってね、あと毛利家の城1個だったんだけどね、最後のこの城をね、取るっていう、あともう少しで、毛利家滅亡するのにというタイミングで、なんと当主亡くなりまして、2代目、そう、義俊さんになりましたね。この人何歳まで生きるんでしょうか。21歳なんでまだ大丈夫かなと思ってるんですが、さあ、この動画ね、天下統一まで目指してますんで、しっかりと機内を収めて、まあ、天下不武行きたいですよね。ひとまず、毛利家を滅ぼしたばっかなんで、まずは、忠誠をしっかりと上げ直していきたいですね。はい。こんな感じなんだね、今ね。そうだね、地味に浦上さんも倒してるよね。浦上さんも倒してますんで、忠誠を、まずは上げていくと。入ってきた部長、ちょっと見ていこうか。能力じゃなくて、士官の年数で見た方がいいかこれ。人物、士官1年。はい。まずは小早川隆夫ですね。はい。毛利元就の三男ですね。小早川家を継いで56歳。もうそろそろかもしんないね。あと優秀な人で言ったら、小井田さんとかかな。毛利の4なんだよね。そうですね。はい。小井田さんとか、あとは浮田秀家。うん、悪くない。かっこいい。イケメンじゃない今作。これグラフィック変わったよ、多分ね。毛利直家、毛利じゃねえ。浮田直家さんのね、息子ですが。はい。あとは前田利家とかさっき言ったよね。これ誰でしょうか。小早川秀兼。あ、元就の9男とかいるんだ。毛利元就ってめっちゃ小高さんなんだね。へえ。なんか、ホイダさんぐらいまでしか知らなかったけど、9男までいるんだね。あとは、角熊さんはそろそろ、あれですかね。大友総理の軍師でございましたが、そろそろでしょうか。あとは前田利家ね。なぜか小田家臣から、毛利家に入って、毛利家からこっち来たね。そして地味に吉岡妙蓮ちゃん入ってきたね、ついにね。はい、大友総理をね、戦で討ち死にさせてしまったんで、ずっとこいつ投入できなかったんですけど、ついに来た。しかし70歳、そろそろかな。浦上さんもそうそうかな。三浦さん今回大名としてね、復帰してるんですけど、まあ、そろそろ。高齢か。だいぶ高齢か。ここから、じゃあ朝倉攻め行きますか。武将の配置だいぶ終えました。本拠移転はまだできないかな。できないんで、もう一回行くか、じゃあこれ。朝倉攻めやっていきましょう。軍事の出陣。はい。時は来た。時は来たということで、これで臨戦態勢にして、出陣していくと。兵糧足りねえな、パッと見な。行軍70日だろ、兵糧が150だろ。この辺とかギリギリだもんな。まあ行きましょう。さあ、鬼します。ちょっと老けておりますが、頑張っていきましょう。はい、赤松さん何でしょうか。よろしいでしょう。まあ、朝倉ちょっとね、この武田との戦に精一杯だと思うんで、後ろから突きるんじゃないかな。はい。広大なキツツキ戦法ですね。はい。そろそろ武田家と隣接するんで、怖いところであるんですけど、頑張っていきましょう。あ、いいですね、朝廷。はい。論功交渉。おお、めっちゃ昇進していく。いいね。ホロッシュのね、レベル上げてますんで、かなり、いい感じではないでしょうか。さあ、対馬の宗家、ここまで来ました。朝倉攻めから今回スタートですね。ついでだからこれ、行ってこい。2部隊編成。さあ、朝倉はね、これ、もう数の暴力でいけるなんて思いますんで、斎藤達夫いますね、はい。しかも、投与失敗していく。解放していこう。甘いです。よろしいですか？よろしくないね。ちょっとね、もう時間がかけてらんないんでね、頑張って攻めるしかないんですよね。いやー、やっぱ武田家きついな。婚姻関係結んでるんでね、すぐに敵対視することはないと踏んでるんですけど。あれ待って。婚姻関係結んでなかったっけ俺。あれあ、そっか。あれか。宗家の大名が、亡くなったから、息子が今度婚姻関係結ばなきゃいけないんだ。危ねえ。ギリ気づいた。はい、菊姫、年上の分もらいましょうか。あれ3秒ももらっていく。危ねえ、ギリ、コイン課金結び直しました。セーブしとこうか、とりあえず一回。こんにちは、初コメです。抽選問題は大名を滅ぼしにかかるときに邪魔にならないように、自制力で囲むように城を取って銃殺させる。あー、なるほど、九州町か。あー、なるほどね。あ、それ勉強になりましたわ。ありがとうございます。アーさんですかね、はい。そんなことできんだ。伊達政宗あざーすよし、貴殿にお仕えし。あざーす。ちょっと待って、すげえの来たんだけど。伊達政宗に来たんだか抽選は大丈夫抽選赤いんだか上げていきましょうか。芝穂上げていこうかね、はい。ありがたし。いや、こちらこそですね、はい。独眼竜がなんと、中国地方まで遊びに来ましたよ、これ。めっちゃいぶちょっと用意できた。大官任命して早く役職を上げたいな。オッケー、これすみ落とした。さあ、でも油断ならないですね、はい。この後も、武田家がね、今攻めてきてるんで、武田に最後の城を出してしまうと、朝からの武将が入ってこないという状況ですね。なので、ちょっと慎重にいきたい、ここから。ストップしたい。人生だった。今、朝倉家の城が残り2つですね。うちの部隊が八神城1万のところを攻めようとしてます。武田家がこの4500攻めてますが、多分これ落とすでしょうという状況ですね。武田とは婚姻同盟してますんで、まだ一応、ギリ、裏切られる心配はないというところですが、こっからどうなるかわかんないので、大官任命。はい、やっていきましょうか。本国の大官任命ね。側近の、組頭で強い武将、前田利家とかね、この辺をしっかりと任命していきたいですが。前田利家、そろそろなくなりそうだね、これね。さあ、武田家が黒い城を落とし、これさ、ちょっかいかけら無理か、さすがに。いやー、この舞台遊んでるのちょっともったいないけど、ぐるっと回るにはちょっと時間かかるんだよな。武田家、黒い城取りましたね。朝倉の城が残り1個になりました。さあ、ここからですね、はい、兵糧がうちないんで、短期決戦という機体が、朝倉家から出てくる武将はいないと。一応、5詰めとして出せる部隊を出しておきたい。出していく。で、三好援軍をちょっとダメ元でもう一回借りていって、かな。武田援軍も借りれねえかな、これ。武田援軍借りれたらね、武田が取ったら、八神城うちのもんになるんで、朝倉の最後の人取れんだよね。無理か。隣接してんだけどな、一応な。一応、武田家帰ってったね。で、三好援軍5000。これは行ってくれるんじゃないでしょうか。道路が少ない部隊ちょっと返していこうか。お、ついに来たか、これ。よし、来たー。朝倉家を滅亡させました。いや、なんとかゴリ押しですね、これ。ゴリ同士できました。はい、鈴木家の部署もいいのかな、ここ。休みさんだけなぜか取れてきませんが。よし。なんやかんや、なんとか朝倉家の武将を取ることができましたね。帰還していきましょう。で、全軍帰還させてって、なんとかまあ、やれることはできたかな。とりあえず、朝倉家を滅ぼすことができた。で、赤松家はそろそろ、取り込みできないのかな、これ。ちょっと、内政上げてって。パチパチ、あざっす。さあ、本願寺家が地味に残ってるから、これちょっと、そこへ潰すか。本願寺家なんで残ってんだろうね。三好家と同盟なんかな。三好家と同盟か外交ビュー。違うんだ。なのに、戦わないんだよね、三好家ね。あ、こっからが問題だ。次の敵は多分三好家になるんだよね、そうなるとね。同盟家と4ヶ月。武田と婚姻同盟結んでるんで、武田家は、まあ、一応今のところギリ大丈夫ですね。はい。さあ、ちょっと、こっから勝負ですね、かなりね。いやー、すげえことになってんな。見てる分には楽しいんだけどな。三好のこと考えると、いやー、きついんだよな、これな。武田との兵数差どれくらいですか ?3 万ぐらいだったかな ?2 万か。武将の数は50ぐらい足りない。城の数が30ぐらい不足してる。何よりうちはちょっと、赤松家とか挟んでるから、遠いんだよね、武田と戦うにね。こっち来てくれたら戦いんだけど、こっちから行くってなると遠いんですよね。なんで、三好を倒して本願寺を倒してという、正攻法で行くしか、武田に対抗する術はないのかなと思ってます。ただ、武田家が三好家を攻めてしまってるんで、まあきちいわなこれ。この辺分岐点だよ多分な。時は来た。いやでも武田の方が早いやっぱりなこれ。兵糧は67。安土はもう落ちます。伊賀上野も多分落ちるでしょう。本願寺の城を取れたとで、うちは兵糧があと37日。何より三好と隣接してしまうんで、三好同盟。いやー、三好同盟よろしいですか。ストップ。これで三好との停戦切れになったんで、いよいよ戦が開始ということで、三好攻めはもう一瞬で倒していく方針でいけますかね。遅れるでないぞ。いざ出陣。2風をね、結構ね押してくれてるんだけどね、急ぐぞ。なかなかね、それをやるんだったらじゃあ武田との決戦に備えた方がいいかなって俺は思うんでね。とりあえず本願寺はもうこのゴリ押しですね。あとはね、ゴリゴリの押し押しで、なんか部隊出てきてる。これ、あ、出てきてね。これちょっと1部隊確実に叩いちゃいましょうか。合戦化になるかな、そろそろ。はい、なった。これだけはちょっと、そこへ倒して本願寺の城を取っていくと。減少兵力1800になります。大名世代交代、そう、毛利家統一目前でね、戻っちゃうんだ。で、戻った後にすぐ兵士入る。これすぐは入んないんじゃない。ほら、これは OK。 勝ちました。本願寺家滅亡させました。全然嬉しくない。こっからなんだよな。はい、こっからなんだよな。なぜか強入さん失敗していくさあ、本願寺取れましたよ。取れました。帰還してよくない AA を。兵糧が不足してる。三好との戦いになっていく。織田家の城があと2つ。じゃないね、まだあるか。まだ厚地をギリ残ってる。筒井城取ったら勝ちな気がするんだよな、織田家の武将な。となると四季山城攻めが早急にやりたいんだが、まあこの辺の舞台城がね結構邪魔してるんできついという状況。しかも武田家も来てるな。なんかね、赤松援軍で三好の洲本城を取ってもらう。で、武田援軍で使えるんだね。武田援軍でどこならいけんのこれ。ここかじゃあやってもらいましょうか。できるならやってもらいましょう。今ね、この気合で四季山城落としておそらく織田家の最後の城でなるだろう。この水城まで行きたいんですよね。気合で織田家の武将も取りに行きたいと。で、援軍を使って洲本城、花熊城を取ってる。四国の舞台で九州攻めを頑張ってもらってる状況ですね。まあ、四国から地道に戦ってしかないかな。この領地の具合見るとね、むしろ本願寺よくいけたなって感じだもんね、これね。四季山城、武田が取ってんのか。間に合うか、これ。いやー、きついか。こっちかな。で、今出してる部隊は気合の四季山城攻めと岸和田城攻めか。武田が伊賀上野取ってる。筒井も、あ、同時攻略してんのか。じゃあ織田家無理だなこれ。1590年、ついにあれですか、本能寺の変とか終わってんだっけ。1590年って本能寺の変じゃなかったっけ、ちょうどちゃったっけ。そのタイミングでね、対馬の宗家、なんとか近畿の方まで来ることはできました。こっから武田との全面戦争になりそうですね。さあ、夏休み特別企画ということで毎日夜9時からね、ライブ配信しておりますが、本能寺1582年です。全然違いましたね。はい。あれ、関ヶ原1600何年だっけ。じゃ、1590年ってなんだ。大阪の陣かなんかか。なんかあったよね、この年ね。気のせいか。関ヶ原1600年か。江戸幕府が1603年か。1590年ってなんだっけ。なんかあったよね。なんもねえか。いやー、統治範囲外なんだよな。でも軍団作ると金星収支マイナスになるんだよな。かといって城の移転もできねえしな。第2軍団をもうどうすればいいんだこれ。あ、秀吉が統一、そうだ、そうかもしんない。そうだ、対抗現地か。じゃあ、いやー、武田家とのね、領地取り合いですねこれね。的場さんいいでしょう。我が主のため力を尽くす。いやー、同時攻めか。このタイミングでさ、ちょっと武田さん小田家の城取ってよとかすることできないか、さすがに無理か。三好家を滅ぼしたらあれかもな、武田から敵でされるかもなこれ。どんどん軍開発していかないと。そうか、ここか。軍開発プラスいくつだ今、プラス5とか書いてなかった？プラス5か月。まあでも夜景しり水じゃなくて、なんだっけ、塵も積もれば山となりますんでね、やっていきますか。そろそろ範囲外の城が増えてきたな。武田家すごいな。てかもう我が物顔でこう領地歩いてるもんね。これなんで帰ってってんだみんな、長水城に。あ、関山城落とされたんか。じゃあ何帰っとんねんお前ら、お前ら行くんぞこっちに。岸和田城攻めということですね。はい、今少しよろしいか。援軍、まあダメ元援軍してみるか。心得て構わぬ。はっ、城攻めよ。皆の者、戦の支度だ。いや、もう追い切れねえなこれ。どうなってんの今、とんでもねえことにはとりあえずなってんね。それはわかるわな、見りゃな。いやー、きついか。あと一つになったなこれな。ここで武田援軍で伊賀上野取ってくれませんかというのは無理ですよね。さすがにそんなうまい話ないよね。いやー、ちょっと美味しいところ持ってかれたなこれな。この城を落とします。ここは取れるかさすがに。 OK、 成し遂げたり。敵将我が手に落ちた。お刺身乗ってもらってって、断る人もいる。安い道頓、道頓堀の人ですね。はい、放っていく。で、目標達成したけど達成してないんだよな。お前ら兵糧がある限り、てか兵糧なくなってもいけもう。撃つべき手は何ぞ。いけ。無理か、さすがに無理か。どんぐらいかかります ?50日。兵糧はもうカスカスだもんね。誰一人たどり着かないこれね。以上か。いけ、間に合え。お前ら出てくるんだよ絶対。あー、取られた。ダメか、あれ織田家返せないと思ったんだけどな。そうか、もういやー、 AI 今回やっぱり賢いね。そしてそう、義経さんね。はい、対馬守護でございましたが、これ負けんのか。そうか、あと11か。いやー、織田家どうしようもないね。そうで始めた時点でまずい。確かにね、対馬の宗家で始めてる時点で、そもそも、みんなちょっと改めて見てね、対馬の宗家ですよ、始めたの。この亀井四郎が始めましたからね。武将の数が、大石さんと柳川さんの2人だったんですよね。この2人と、あと対馬の、宗家、大名の3人で、30何年かけてここまで来たんですよ。もう、クリアでよくない？暴論。一旦軍団解散させて、金貯めて、前線まで移転させて、ちょっと人材配置やり直しましょうか、一回。わかりましてございます。あ、でもこれやったところであれか、金銭収支は増えるね。めっちゃ増えるね。オッケー。これで全軍帰ってきたところを見て、実質クリアですよね。俺もそう思う。ダメ、今95人見てくれてるね。ダメかな。さあ、三好の城を最後取っていきましょう。長く良きせいであったわ。寿命も気になるとこだね。で、武将帰ってきたから、これで移転もしていくと。石山5番まで行っちゃうこれ。金いくらかかんだろう。本拠移転。できるね。5万か。できるね。軍はでもこれ三好、武田で取られてるからそんなに軍ない多分ね。4つか。伊丹は ?7 個。岸和田。岸和田かな。岸和田に、いや、伊丹に本国移転させて、達成狙いかな。あとはもうひたすら。それでいきましょう。伊丹にします。はい。空港に移転します、私。金星収支マイナス1万。いや、まだ早いか。ちょっと、初日を作ってから。さあ、配信開始から、2時間40分経ちましたね。どうしましょう。従属九州、来た、ついに来た。いかがですか。あざっす。これは、なんか、出てくるのか。はい。角取った。三好攻めで。まあ、大丈夫でしょう。はい。これで赤松家はの前に三好家が制圧。 OK 滅亡させました。柳生草原とかいるね。 OKOKOK いいでしょう。はい、そいつが無理だったそいつだけピンポイントに無理だった。残念。後で食いても遅いぞ。はい、後で食いても遅いですね。はい、さあ帰還していきましょうか。で従属吸収できるよね。なぜか夏香さんが言ってるっていうのが受けるよね。これで吸収できました。うん、あ、吸収したから黒田官兵衛がうちに入ってきて、そしてイベントが起こったってとこですね。お母さんありがとうございます。猫のお母さんねお母さんって。さあ、ちょっと早送りする。でも早くなっちゃうんだ、これ。はい。黒田官兵衛と小早川隆景の話ですね。お互いがお互いをなんかね、尊敬してたみたいな話です、確かね。高影は白深い男だ。はい。黒田官兵衛は決断がいいみたいな感じだったっけ、確か。ほい、長政も入ってたんかな、もしかしてね、武将ね。この感じ、いるっぽいですね、はい。高影の地の本質は熟慮、思案である。はい、彼こそが天下の賢人であった。秀吉の点、なんかあれだもんね、評価も高いもんね、小早川さんね。はい、小早川隆景のおかげでね、森家が残ったと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。という形で、イベント起きました。もうこれ以上イベント起きる気配はないかな。長政のカメラはなんかの罰ゲーム。罰ゲームでしょう。多分罰ゲームでしょう。今回ですね、毛利家を滅ぼしたところから始まって、朝倉、三好、赤松家の取り込み。というところをやりました。これどうにかなるかねいやー、ここまで来たけど、こっからって感じですね。はい。では、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた夜9時からお会いしましょう。バイバイ。